メシ名神社は、茨城県筑波市薄水にある神社。日立国風土器に、メシ名神として、記載のある古社である。中世は、メシナノ神社や、稲野宮と呼ばれていた。現在は、稲野の弁天様と親しまれている。旧社格は無格社。筑波山南麓にある、巨石信仰の神社である。筑波山双方の間にある三行家原を源流とする、男女の川が、 シャチの西方を流れている。近くには、清流があり、千洗いの場としても使われている。車殿は、筑波山双方がある、北北東を背にしている。シャチは、薄い地区の北西の標高約80メートルの地点に、ある。集落中にある筑田区のバス停、メシ名人在入口から舗装路の参道が通じていて、案内板もあるが、急勾配かつ、 微号困難な生活道路である。この道は、車電脇をすり抜けるように続き、途上の Y 字型の三冊を東に行くと、筑波山神社の位置の鳥居前に直進すると月水石神社を経て、茨城県道139号に合流する。境内に駐車場はないが、換算機であれば、展開程度は可能である。浮母八神一座の神社であったが、江戸時代に、 ベザイテンを増留して、以来、ベザイテン信仰が強まり、現在も、稲野の弁天様、メシナの弁天様、雨水の弁天様と親しまれている。メシ名神社の拝殿廃仕込みが祀られた経緯については、メシ名神社ゆくる木には記されていない。イザナギの命と、イザナミ命は、つくば山の神に座である。また旧水村域にある、単立者のうち、旧、 大村の尊者として多くの神社整理の受け皿となった開イ影神社に合併の記録がない神社がいくつかある。稲荷神社、あたご神社、三宝神社、山の神神社の4社がある。例祭は正月初みに行われる初見祭りである。一般的な屋台の他に、つくばみかん、海産物、竹細工などの雑貨、農業用資材といったものを取り扱う昔ながらの 行商が集まる。また、米在天信仰にちなんだ縁起物として、だルマ市が名物である。拝殿側面に、召名神社社務所名義の召名神社ゆくるきが掲げられており、祭人、遺書、礼祭等が詳しく記されている。特別な断りがない場合、召名神社ゆくるきに依拠する。送検は不詳であり、旧薄井村の文書にも記録はないという。 日立国風土器の篠田軍の城にある、その里西藩名社この即、筑波だけ所有藩名神の別族なりの、メッシュ名神に否定する見解がある。これによれば、創建は8世紀以前に遡る古社である。ここから、メッシュ名神社は、筑波山では最も古い神社とも言われている。万葉集、第14巻のあずま歌、筑波霊に雪かも降らる稲岡も、愛しき頃が、 布から去るかもの、稲岡もを稲岡もと稲岡の掛け言葉と解釈する見解がある。茨城大館や筑波郡案内機に薄い麻藩直下にありとあり、茨城県神社町神社台町の登録住所は薄い直下一番地となっていることから稲岡は障子として残っていたとみられる。宮本千一は筑波歴史散歩で、 昔から新大山として崇められた、筑波の神の里宮として創建され、六所神宮と同性格のものであろうと考察している。六所神宮とは、明治末まで六所地区にあった六所神社の尊称で、筑波三神社に座の里の宮として創始されたという伝承を持つ。文献資料に、六所神宮大宮市長と家文書、飯名野上社伝記と、 筑波山中腹弁慶七戻り付近で出土したというワニ口の名がある。メシ名神社ゆくるきには次の記述が紹介されている。高昇2年、捕食人がメシナ屋の地に勘定され、天正19年に宣宮したことがわかる。当社勘定はという記述は、捕食人を主審とするメシナ野上社の創始を意味する。これを創建と解釈すれば、 日立国風土器のメシ名神としてのメシ名神社には連続性がない。ただし、これらの資料は、北条軍薄井村にメシ名屋という地名が存在し、それが社名に転じたことも称している。ここからメシ名神に関わりのある信仰の痕跡、もしくは新体三信仰からの変化と見ることもできる。戦宮という記述は、 社殿修理等の竣行にかかる仮殿からの先宮の他に意思を意味する場合がある。ここから、飯名屋と稲岡は、のと丘と呼び分けられる程度の近接地であった可能性もある。文化5年の日立国筑波山演技の絵図には、飯名神社を示す、弁天と薄井村の間に、イコノという文字が書き込まれている。米天立という記述は、 当初、一木島姫の命は、本殿ではなく、別に社代を建てて祀られていたことを示唆する。現在も女石の上に、別財天を祀る社殿がある。メッシ名神社は、浮葉八神と、一木島姫の命を主神とするが、万治三年に増流されたという別財天信仰が、優勢で、現在も、稲野の弁天様、メッシの弁天様、薄いの弁天様と親しまれている。 千洗い、福来五種線、初見祭りといった特有の風習もある。稲荷信仰というよりは、別在天信仰の神社である。宇賀神系統の別在天には、その蛇亀信仰にちなんで、初見を特別視し、祭事を行うものがある。また、宇賀別在天の神史は、白蛇とされている。飯名神社ゆくるきは、 霊祭の初見祭りを先宮にちなんだものとしているが、これは、市木島姫の命の放祭以前から、初見が特別視されていたことを示唆する。メシナ野上社からメシ名神社に解消した時期は不明である。近代社格制度においては社格を有しなかった。昭和27年1月23日、宗教法人を設立した。平成24年、 東日本大震災による被害からの復興事業が、春行し、鳥居、石段、石玉垣等を整備した。復興事業を記念する石碑がある。飯名神は、日立国風土器の篠田軍の城にのみ見られる、神名である。日立国風土器の筑波軍の城には、本社の記述がなく、その後の六国史や、演起式等の文献にも登場しない。よって、飯名神は、 篠田郡にある分社の記述からのみ、間接的に実在が立証される特殊な指揮会社と言える。メシメ神社ゆくる気にある通り、メシメ神社はメシメ神の有力な否定者である。ただし、筑波だけなるメシメ神とは稲村社と言えるものなり、軍老公を運。メシメ神は今も筑波山の拙者に稲村権限というものと、その章は総じたりと、名称の類似から、 つくば神社の四接者の一である、稲村神社を挙げる意見もある。篠田軍の召シ名舎は、召シ名神と同じく式会社である。その否定者については、新編人遅刻氏は、本文で、今のお化け原なる稲荷のことと聞こゆ、飯シと稲荷と、俗言地下家,家をもって、皇人協定稲荷と世し物なりとし、龍ヶ崎市なれ馬町の女神社を挙げているが、再案に、 メシメイの虚は、稲塚とみゆ、風土記に、つくばのメシメイの別属というもの、よくかな減り、疑うべからずと追記訂正している。大日本地名辞書は、メシ名舎は、即、八代村稲塚にあたり、稲式の名も稲八代と同義なりと、軍号校、深国主等に説かれたる、動かざるかたろうなりと、稲塚説に従っている。地名の一致から、 鹿島軍藩名村を中期する注釈本もある。稲塚は、龍ヶ崎市厚代町稲塚にある稲塚古墳である。中石地にある炎墳で、付近には感動が通っていたという。知等は、和名類受賞の稲敷号や古家に言う稲敷座との由来を、飯名神に求めている。新編日立国史は、 稲式をもって、公明と接し者も、メシ名詞により起これるものなり、式というは、屋敷、倉敷などいうに同じくて、メシ名者の敷地という意より出たるにもあるべし、すべて、敷地というは、城という意にて、団地のことを言えるなりとし、稲式の語義を、メシ名者の敷地と解釈している。大日本地名辞書は、利根川ワズとして、メシナは即後に、 稲と、つまりしものにて、稲敷と言えるは、メシナの神の敷地なるゆえの名なりと記している。前期の、稲敷の名も稲やつしろと同義なりとは、メシ名神の敷地が、稲敷に、メシナの、社が、旧村名の、八代になったという趣旨である。氷中古風土器は、宮本元玉曰くとして、村に稲塚あり、土人これを筑波山とも言う。稲塚はメシ、名塚の、 やなるべしとしている。稲岡や稲名屋も含めて、メシ名は、例外なく、等に変化していることもわかる。筑波山のメシ名神から起こった稲敷号は、近世の稲敷軍の由来となり、稲敷大地に取られ、平成の大合併で成立した稲敷市にも、継承されている。稲塚古墳の墳上には、稲敷神社という称詞がある。なお、稲塚古墳は、民有地であり、 その墳争にある稲敷神社も非公開の私祠である。そのため郷土調査委員を含む部外者の参拝は受け付けていない。稲敷神社は民有地の私祠でありながら、戦前の神社名祭帳には稲敷軍や津城村稲塚、無格者として記載がある。公的な資料に基づくと考えられる龍ヶ崎市内の実写には、総建祭人不詳。 大正10年に東海、御再建と記されているという。新編日立国史は、稲塚に、筑波権限と、一応稲荷のに祠があると記している。飯名者にかかる記憶は、筑波の親戚の伝承に伺える。大正5年の稲敷軍史には、八代村の東の田んぼ中に、稲敷神社または、筑波神社と呼ばれる少子があったが、1840年頃に、 消失したと記されているという。ただし、新編日立国史の記述は、筑波の親戚の伝承に基づき、火災後に、筑波権音源の石祠が混流されたという趣旨であり、それ以前から少子が存在していたかは定かでない。現況は不明だが、広報稲式の記事に、撮影時期不明の龍ヶ崎市歴史民族資料館所像の少子の写真が、掲載されている。 稲塚の一葉松下にある一葉稲荷については、由緒等は記されておらず、現況も不明である。稲塚を筑波山と見れば、一葉稲荷を山麓のメッシュ名社になぞらえることもできる。いずれにしても稲塚に誇らから、メッシュ名神を推測することは困難と考えられる。月水石神社印の参考文献は、国立国会図書館デジタルコレクションで参照可能。 ありがとうございます。